小福帝鶴瓶、小福帝鶴瓶は、情報落語の名跡。小福帝鶴瓶、小福帝鶴瓶、1951年12月23日体、は、日本の落語家、六代目小福帝小学門家、タレント。本名、駿が学ぶ。大阪府中河内郡町、吉村。現在の大阪市平野区出身で、兵庫県西宮市在住。 所属事務所はデンナーシステムズで、松竹芸能にも席を残す。トレードマークは M 字の髪型。愛称は、鶴瓶さん、米さん、鶴瓶師匠、米師匠、鶴瓶ちゃん、まーちゃん、まなぶくん、パットなど。落語家として、情報落語協会相談役を務めている。大阪府中河内郡長、吉村長原。 現在の大阪市平野区長吉長原出身。5人兄弟の末っ子で、何わ高等学校卒業。高校在学中、当時大阪で人気だった、小福亭に各屋かつら三子、現、六代目、かつら文江に刺激されて、高校に落語研究会を作る。1961年頃、学校へ行く途中で近所のおっちゃんに、競馬場に誘われて、 学少年が適当に指名した馬券をそのおっちゃんが購入したところ、それが的中四万馬券に化ける。驚き感嘆したおっちゃんは、約四十万円の払い戻し金を、丸々、学少年に手渡した。夜中に家族が寝静まった頃を見計らい、もらったお札を数えていたところ、その現場を母親に発見され大事に発展した。夜中にもかかわらず、 競馬に連れ出した近所のおっちゃんを叩き起こし、ことの天末を聞き出したことにより、正式に、駿がけのお金となった。後になってこの出来事を思い出し、母親にお金の使途を必要に問いただしたところ、実家の建増資金になっていたことが判明。この話を、テレビ朝日の、徹子の部屋で話したところ、さらに母親から叱られたという。1969年、 頭のいい人間に対抗心を持っていたため、受験していない京都大学や大阪大学の入試の合格発表に行き、落ちていそうな生徒の隣で会った。と合格したふりをして、胴上げされるといういたずらをする。この時、大阪大学で NHK の取材を受け、模様が夕方のニュース番組で流れたため、それを見ていた親戚から祝電が届くなど両親に恥をかかせてしまう。 京都産業大学経済学部に進学するも中退。大学時代は、京都産業大学落語長屋という落語研究会に所属しており、童貞無学を名乗る。一時期はここでの芸名を本名である、鶴窯名古屋プロになってから鶴部と名乗ったこともある。この落語研究会で、あのねのねの原田信夫と出会い、清水邦明を含めた三人で音楽活動をする。 鶴瓶夫人も参加していた時期あり、後日、大学生時代に教授が教室に入る際に出囃子を鳴らして笑いを取ったことがある。清水国明、原田信を後に結婚する霊子夫人と共に、あの根の根のメンバーでもあり、ヤマハのコンテストにも出場した鶴瓶は踊るだけ。この時、霊子夫人が、ひょっこりひょうたん島のテーマを歌っている。清水とは下宿で、 共同生活を送った時期もあった。アルバイトは、京都の修学旅行旅館、ミキハンで、歌や和芸で、誰が一番人気か競い合ったという。また、原田が、大学時代にサークルをサボって、女子生徒と遊んでいたところを目撃し、彼をトイレで殴って便器に顔を突っ込んだことがある。やがて、あの根の根が、スターになり、鶴瓶の結婚式に二人が札束を持ってきた。 エピソードもよく語られる。鶴瓶の結婚式、披露宴の代金をあの根の根がすべて負担し、それでも余ったという。弟子入りのきっかけは、入門前のある日、安井コンピラグーで開かれた、米朝一門の落語会での六代目、小福亭昇格の行いを見たことだという。講座に上がった昇格は、あ、と固まった後、見えた僧侶を示して、 あの坊さんの頭見たらネタ忘れてもた。落ちだけ言うて振りまっといい、本当に落ちだけを言って二分ほどで降りてしまった。それを見て、偉い人やと思い、昇格への弟子入りを決めたという。1972年2月14日、十一番弟子として入門、鶴瓶の名を与えられる。入門を許されて四日目のこと、寄せの来場者の下足番を任された際に、いつも、 当たり前のように青田、無料、顔パスの意で入場し横柄な態度で振る舞う。新聞記者に腹を据えかねて、口頭で咎めたところ、お前、やめさせたるわ、ちょっと来いと昇格の楽屋に連れて行かれた。昇格から、下足番を離れたことをたしなめられると、波紋などの処分を覚悟してこの経緯を話した。すると昇格は、新聞記者を、アホ、カス、サンネ、ね、帰れ、 そば通し、この子は、将来、アンサンらが取材で世話になる子や、それに対して何を晒す、何をしやがる、と言い放った。その男気に、鶴瓶はたまらなく感動したという。その後、鶴瓶の名を与えられ、昇格を、おやすさんとして死い続ける。同年9月26日に、島の内寄せにて、東の食べ掘っんで、初舞台。 ない弟子になっても、師匠から全く稽古を受けられず何としてでも、活動の場が早く欲しかった鶴瓶は、超能力、投手とスプーン曲げが使えることを昇格に打ち明け、鶴瓶の超能力を目の当たりにした昇格は驚愕し、うちに超能力を使う弟子がおると、昇格自らがテレビ局に鶴瓶を売り込む。当然ながら超能力はテーブルマジックの類で、 周囲に仕掛けを漏らしつつ頭から超能力を持つ弟子と信じきっている昇格という場面に持ち込み必死になって売り込む昇格に便乗して業界関係者にと名前を覚えてもらいこれを手がかりにテレビラジオと進出する足場を作る後に兄弟子の昇腹帝に角が鶴瓶のイカ様超能力を暴き昇格は梯子を外された格好になった 昇格からは決して落語の稽古をつけられることはなかった。兄弟子である昇福亭松江のエッセイのほか、鶴瓶自身の回想によれば、鶴瓶はある意味偉い、怒られて稽古をつけてもらえなかった存在であり、昇格が機嫌の良い時に、兄弟子の昇福亭松葉に稽古を頼めよ、とけしかけられて稽古を頼み込むと、鶴瓶の目の前に顔を突き出した挙句、いやいや、 と突き放されたこともあった。ついには、鶴瓶が聞いとる境風呂行って稽古しよう。とたので死を引き連れて逃げ回られる事態に発展した。昇格の名優であった五代目、桂文江はこのことについて、稽古の必要はないと思ってるからやと分析しており、また鶴瓶が松葉など年の近い兄弟子に可愛がられるための、昇格による気配りであることを示唆している。また、 鶴瓶と五代目文江ともども、昇格自身が五代目昇格からあまりネタを教えてもらうことがなかったことが、稽古をつけなかったことの伏線とみなしている。昇格は、鶴瓶の実父が亡くなった時も、普通は、弟子のお父さんの葬式なんかに行かないところを葬儀に、出席したがデスの挙句を暴れし、鶴瓶の実施に昇格かなんか知らんけど、人の親が死んでんね、がなと、説教されると、 ああ、恐れ、と言って、鶴瓶になついていたという。昇格によって、高島屋大阪店ホール、現在は、グランドホールで行われた落語コンクールにエントリーされてしまった折は、入門前より学校などで披露していた、イラチのあたご参りを覚え、その江戸版である、堀の内、十代目、桂文治の新事時代のものの断片を交えつつ、古典落語なのに、 オートバイに乗った人物を登場させるなど、入門前より行っていたアレンジを適当に加えて、エンタ。審査員だった昇格と、香川俊夫からは、時代錯誤も甚ははだしい。こいつの落語は、落語や、おまえん。現には対、い、落語の稽古つけてない。と告評されてしまった。その他にも、講座にラジカセを持ち込み、笑いが欲しいシーンでスイッチを入れて、笑い声を出し、 客の笑いを煽るなど、当時としては斬新なアイデアを披露したりしたが、これも昇格に、楽屋で叱られてしまった。ただしその昇格も、若手時代には、講座で、バレリーナに憤して仙台から怒られている。三代目、桂米朝によれば、三代目、桂米之助作の新作落語、白鳥の死の口のためだという。昇格の若手時代のこの話を、ベテランのお茶子から教えてもらい、 鶴部は気が楽になったという。入門当時には小学六年生で12歳の兄弟子、小福亭で言うおもちゃ。入門は1971年10月で廃業が1974年がおり、入門順が序列となる落語会のしきたりに従い、彼を兄さんと呼んでいた。その頃は子供がお笑いの世界でデビューする例が他にも見られ、 そのような背景もあり主勇も、あまり気を使うことなく、鶴瓶に、兄弟子として振る舞うことが、あっという、しかし先輩風の度が過ぎると鶴瓶が逆襲し、手うを泣かせたというエピソードもある。一時期、笠木静子の隠し子であると触れ込んでいたことがある。当時すでに笠木は晩年で、闘病生活に入っており、二人が会うことはなかったが、後にその病院の看護婦だった女性から、 小福亭鶴って子がおるやろ。あの子、私の隠し子なんよ、と笠木が言っていたと教えられ、驚いたという。また、ユリゲラーをはじめとする超能力、エスパーブームの時期でもあり、超能力があると言って、スプーン曲げをしていたこともある。謝礼のつもりでスプーン曲げも力任せにやっていただけだが、上岡隆太郎の不況を買ってしまった。鶴部は正直に事情を話し、 植岡も笑って誤解を解いた。鶴瓶と植岡はこれが縁で互いの楽屋を訪れるようになり、その鶴瓶の楽屋話が面白いということで、激突屋はパペポ TV へと繋がっていった。1974年10月12日に結婚。結婚式は大阪市中央区の高津神社で執り行われた。その結婚式の名コードは師匠の小福帝昭格。 六代目が務めたが、スピーチの際に、うちの弟子は十三人いてまっけど、こいつが一番アホだ。しまい。とだけ言い残し、そのまま結婚式場を後にした。初のレギュラー番組は、近畿放送、現 KBS 京都の、丸物、もの、ワイカーニバルで、以降、近畿、中京地区で、ラジオテレビを中心に活動。2001年にコカ・コーラとのタイアップで、 日本テレビと吉本工業が組んで制作されたドラマ明日はあるさにも鶴瓶が小竹芸能からただ一人ゲスト出演する。1978年に始まったぬかるみの世界で人気が上昇し、1982年から4年間続いた毎日放送の突然が場所の司会で再び脚光を浴びる。この番組が 関西以外の地方でもネットされたのがきっかけとなり、1983年東京に再進出する。1987年に笑っていいとものレギュラーとなった。東京にも進出するようになった鶴瓶は、マルチタレントとしての才能を発揮させるようになる。1990年代以降は、本業の落語家やテレビタレントのみならず、 俳優や司会者としても活躍するようにり、顕著な活躍を見せている。道頓堀角座が健在の頃は、大安売りと、いらちのあたご参りばっかりやってました。しかし、当時の角座の昼席は落語にさして、興味のない団体客を入れていたため、落語を聞きに来るお客がメインであった夜席を、好んでいた。年月、江戸落語の春風亭小との二人会で、 怖かれ、怖かすがい、落語を本格的に始めるにあたって四代目、カツラ分くれないにじきじき、怖かれお稽古をつけてもらったを演じたことを機に、落語への回帰を強めている。2003年には、小さ、林家小部平、現、九代目、林家正蔵らと落語の、六人の会を結成。また、同年五月に、情報落語協会理事に就任している。 その後広報委員長を経て2008年6月に副会長に就任した。多忙なタレント活動の合間を縫って、鶴瓶話、小福亭鶴瓶落語会などの独演会を展開する、他、6人の会が主催する東西落語研三会にも参加。大阪、手塚山の6代目昇格旧宅で行われる演芸イベント、手塚山、無学の会を取材するなど、 精力的に落語に取り組んでいる。古典落語にも、東西落語研さ会で、河野池の犬、落田などに草している。特に2004年の東西落語研さ会で講演した、落田は、昇格の18番、お箱であり、昇格文下では直々に稽古をつけられていた六代目、昇福定松隆しか、舞台での披露を許されていなかった題目である。の落語への取り組みは、弟子、 ほとんどの弟子が落語をしない頃の鶴瓶に弟子入り志願していたことで落語家に弟子入りした感覚がないに対する影響が少なくない。例えば筆頭弟子の小福亭昌平は新作や古典の改作に取り組み小福亭純備は怪談話に力を入れ小福亭銀敏は韓国語落語を打ち立てた。2007年3月には銀敏以降の6人の弟子が シックスセンス六便の会と題した落語会を大阪で開いている。2004年から年に1回、桂南光と桂文鎮との落語会、夢の三共演三枚看板大看板金看板を開催。落語会としては異例の6000円を超える料金も話題となる。チケットは過去3回とも完売。その他この3人は2005年から 文人難攻鶴瓶プラス1しご期の会と題して、年に数回、ベース吉本、現在は、天馬天神藩上亭で、若手落語家育成のための会を開いている。ヘビメタル雑誌、バーン、編集長であり多くの落語関連著書を執筆している、広瀬和夫は、落語家としての鶴瓶について、落語やらない、落語家、鶴瓶話なるジャンルを確立させたと評して、 家族は妻、長男、長女がいる。妻は、あのねのねメンバーだった玲子夫人、後日。長男は、俳優兼音楽ユニット、ヒューマンノートのボーカル、駿河太郎。2008年7月26日、浜松近郊の病院で、孫、長男の第一子が生まれたことを、FNS27 時間テレビ、みんな笑顔の表勤務列島、で発表した。ちょうどこの時は、 鶴瓶と、重慶弟子の赤シアさんま、大竹しのぶ夫妻との生のトークコーナーが放送されており、はよう、孫に会いに行きたいわとぼやいていた。2015年3月時点では、経営4人の孫がいる。自身の身の回りで起こった、日常の話題を面白おかしく話すスタイルは、鶴瓶話、鶴瓶話と呼ばれ、独自のジャンルを構築し、2000年には髪型、 お笑い大賞を受賞した。2007年まで年1回5日間、青山園形劇場にて、鶴瓶話を開催している。2008年からは会場が、世田谷パブリックシアターに変更。2007年から全国ツアーを開催。2009年には、ジャパンツアー、ホワイトと称して、ファースト、セカンドツアーに分けて、全国ツアーを開催。鶴瓶に、 縁のある落語家や、開催都市出身の落語家が出演。落語については、今が大事だという考えから、DVD などは出さないようにしている。手塚山、無学は、師匠六代目昇格の旧辞典を鶴部が改築した、純和風ホール。月一回、無学の会を開催し、一般にも公開している。毎回ゲストを招いているが、前もって、ゲストの名前を発表されることはなく、 毎回シークレットになっている。これまでのゲストに、タモリ、アカシアさんま、木梨のりたけ、一世尾形、三代目、カツラ米朝、三代目、カツラ春男児、桃色クローバーゼットらを迎えている。また、松島直美を迎えた、祭の模様は、無学版キラキラ、アフロとして、キラキラアフロ 2008DVD に収録されている。手塚山。 無学と下北沢ライブバー4 4にて、鶴瓶、落語のお稽古と題して、定期的に稽古会を行っている。18代目、中村勘三郎は親友。好きなアーティストは、愛子午後二時で、洋楽のファンでもある。また、デュークエーセス、佐田雅史、吉田拓郎、小田和正、屋敷高人とも古くから親交がある。若者文化に対する造形も深い。 桃色クローバー Z と進行が深く、2015年には地上波のトークバラエティ番組として、桃色鶴瓶を次の方どうぞがスタート。2017年からは、桃色クローバー Z が大晦日の夜に開催する桃色歌合戦、b s ビテレフジテレビネクスト、日本放送などに出演するのが恒例になっている。さらに患者にニエイトとも親しく、 自身が司会を務めるキラキラアフロ TIM や AA スタジオなどでも共演しており、メンバーの丸山隆平主演の地獄先生ヌベの最終回にゲスト出演もし、趣味はボクシング、サバアレルギーのため、サバ料理が苦手。東京でまだ無名だった頃に、東京12チャンネル、現、テレビ東京の深夜番組、独占、男の時間と日本テレビのバラエティ番組、 金曜10時、噂のチャンネルで3度にわたって生放送の最中に裸にまつわる騒動を起こし、さらに有名になった後にも、フジテレビ系列で2003年に生放送された FNS27 時間テレビみんなの歌においても、下半身を露出した。レギュラー特番、レギュラー。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。